起動成功だ。毎度思うけど、初めになんて声をかけるか迷うよ。挨拶って意味か？必要ないだろう。所詮は機械だ。だが、このタイプはそういうことが性能に関わる場合もあるかもしれない。精神があるからってか。感情やら余計なもんは全部抑制。正直 AI に毛が生えた程度の代物だ。そんな繊細なもんか。けど可能性がある以上、とりあえずは優しい態度で接するべきだろ。だとさ、よし、現時刻をもってお前を候補機体番号031として登録、呼称する。番号を復唱してみろ。機体番号031。ん？今発音が妙じゃなかったか。気にしすぎだろ。さっさと運んじまおうぜ。来たわね、例の子。待ってたわ。さあ、起きてみて。例の結晶をほぼ原型サイズのまま搭載したモデル、どれほどのものか楽しみだわ。機体番号031、聞こえるか？周囲を確認してみろ。各種センサー、その他に異常があれば回答。大丈夫そうよ。モニタリングは異常なし。よし、これからこの戦闘用チャンバー内でお前の性能試験を行う。ブザーが鳴ったらチャンバー内でお前以外に動いているものは全て敵だ。排除しろ。起き抜けにすまないが、じっくり見せてもらうぞ。
予想以上ね。おい、なんだあの残骸の数。初戦からあんな数とやらせたのか。調子が良かったんだよ、気にすんな。おかげで見ろ、初戦の最高スコア更新だ。機体番号031、よくやったわ。そのままそこで待機。テストは終了よ。でもまだやることが残っているの。アイカメラが一旦落ちるわ。目を閉じてもらえる？先の戦闘で破壊された機体が持っていたデータをお前のメモリにフィードバックする。お前自身で並行してエラーチェックを行い、不具合は自己申告するように。いいな？不具合はないな。よし、なら機体番号031、今日の戦績を簡潔に報告してみろ。はい、同型機体との試験戦闘1回目、撃破数は7、対するこちらの損害は 15% 未満。特に問題はあらへんと思います。今おかしなこと言いましたやろか。これは方言。方言、うちが何言うてるかわかりません。いえ、わかるけど。見ろ、やっぱり言った通りじゃないか。言葉が妙だって。いちいち怒鳴んなよ。言語インターフェースがデフォルトじゃないなんて参ったな。分かってたら事前にリセットしたのに。ベースの特徴が現れたのかもな。そりゃ中にはあるだろう、関西方面ってケースも。けどさっき目を覚ましたばかりよ。こんな風に特徴がはっきり出るもの。黄昏の羽の大型化の影響かもしれない。あれは精神の要だ。個性の確立が早いのかも。でも過去最高成績のフィードバックデータを無駄にはしたくないわ。いいだろ、このままで話は通じるじゃねえか。興味深い結果ってやつだ。またお前は。他の個体とも会話させるのに影響が広がったら、しかもイレギュラーなせいで。ちゃんとした方言じゃなくて中途半端だし。でも個性を持てば精神の完成は早まるかもしれないわ。そういうこった。よし、機体番号031、改めて説明する。お前は兵器だ。特別な敵と戦うために作られた。何にも優先して高い戦闘能力が求められる。だがお前たちにはある特別な性能を実現するため一定程度の精神が与えられている。なので必ずしも性能を数値で比較できない。よって同型の基本構造を持つ試験機同士を戦わせ、育成と選別を同時に行う試みが繰り返されている。全てはより高い性能を実現するためだ。黄昏の羽を無駄にしたくないしな。
だがお前には自我の程度に関係なく常に守るべき行動の指針がある。要は命令だ。命令はただ一つ、我々が敵だと示したものを確実に破壊し勝利しろ。自我がお前に柔軟な思考を与えたとしても余計なことを考える必要はない。お前の持ち得る全ては戦いに勝つこと、ただそれだけに費やされればいい。了解しました。はじめましてよね。初対面いう意味？それやったらそうです。何してはりますの？あなたの言葉聞いたことがないわ。不思議な感じ。さっきもそれ言われたんよ。そんなにうちの言葉っておかしいんやろか？ううん、おかしくはないわ。ちょっと驚いただけ。その生き物は？犬よ。迷い込んだのかもね。犬？私の機体番号は024。名前とは違うんだろうけど、そうとしか呼ばれないから。あなたは？機体番号は031です。30番台。そう、ついにフルサイズ搭載機が作られ始めたのね。この子もよろしくって言ってる。言ってる？犬の言うてはること分かりはるの？なんとなくだけど、仕草とかちょっとした鳴き声の違いとか細かく比較していたら覚えちゃって。犬相手にそないなこと、なんか意味あるん？意味？別に目的があるわけじゃないの。私のしていることが気になる？もうおしまいだって。私戻らないと。またね。また会いましょう。
さて、今回も戦闘データのフィードバック処理、行ってみようか。それ、なんやの？これが黄昏の羽よ。あなたがたった今破壊した機体のもの、あなたに搭載されているものよりはだいぶ小さいけど。何か探しているの？え？探すって、うちが？律儀に私を探してくれてたのかなって。昨日また会いましょうって言ったから。ここは座らない？この石ちょうどいい大きさでしょ？うん。その方が楽じゃない。大きに一つ聞いてもええ？ん？何？他の機体にも戦闘や任務に関係ない思考があったりするんやろか？あなたにはあるの？正直よう分からへんの。でもあるような気がして。私たちの同系機はみんな精神を与えられてる。いずれ自我と呼べるものを持つために。人間に酷似した私たちの容姿も全てはそのため。人に近い自己認識を形成させるため。聞いてない？ペルソナ能力のこと。ペルソナ能力。通常兵器にはない私たちに期待されている性能よ。理屈上使えるだけの仕様はもう搭載されているの。でも発動には明確な自我が不可欠らしいわ。だから任務外の思考を持っていた子は確かにいると思う。なら、うちが今まで戦ってきた相手にも。そのことに何かを感じる？今のあなたのようなことを相手も考えたかもしれない。
そういう相手を破壊したことに。いいのよ、今すぐ答えを出さなくても。忘れてしまった方がいいのかもしれない。私たちは明日にも互いを破壊せよと命令されるかもしれない立場なんだから。時間だわ。また会いましょう。今の戦闘であなたは顔や頸部を攻撃することを意図的に選択しなかったように思われる。なぜ？なんでやろか。ここ3日ぐらい初戦みたいな破壊による機能停止までいかないことが多いな。力押しじゃなく効果的な攻撃を選べるようになってきたんだろう。事実結果は短時間での圧勝だ。回避性能についても向上してるわね。セットアクションの組み合わせじゃ到底できない柔軟な回避運動だわ。フィードバック情報も結構な量になってきたしな。相手の生き血を吸ってすくすく成長中か。そういう言い方はよせよ。この子、かなり離れた場所で飼われていたみたい。でもある日、この辺りの森へ連れてこられて、急に飼い主の姿が見えなくなったって。名前はシロって言うみたい。そのフレーズに一番反応する。犬やないの？あ、うん、それも名前だけど、なんていうか、この子だけの名前。シロ。
色のまんまやね。わかりやすうてええと思うわ。ここにいたのね。探しちゃったわ。いつもの場所にいないから。どうかした？なんだか怖いものでも見たみたいな顔。顔？表情？怖い？うち、怖がっとるん？もしかして、戦いが怖い？戦い…うん、それはちゃうと思う。なんやろ、よう分からへん。戦うのが怖いって前に聞いたこと覚えてる？私はね、正直戦うのが怖い。負けて壊されるのも怖いし、相手をそういう目に合わせるのも辛い。私たちは兵器だけど、戦う以外の行動原理もあっていいんじゃないかって、そんなことずっと考えてたけど、それやと命令に。考えるのをやめて、ただ命令に従ってた方が多分楽なんだと思う。でも私ね、残念ながらついに見つけちゃったのよ、答えを。答え？私、会いたい人がいる。その人と会うことが私の命令じゃない、私自身の目的なんだって感じるの。戦いが怖いって思うようになってから毎日が辛かった。
いつか自分が負ける日までずっとこのままなら、いっそわざと負けてしまえばと思ったりもした。でももう思わない。今は自分が存在していてよかったって思える。だって私たちは愛されているんだもの。愛されている？そうよ。なんでうちに話してくれた？多分あなた以外には分かってもらえないと思ったから。悪いけどうちもよう分からへんかったよ。きっといつか分かるわ。そうなったらいいと思ってる。ほんま、あんたの言うことは難しいわ。どうした031、さっさと敵個体の機能を停止させろ。すげえもんだな。例の羽のサイズのせいか、部品一つでこうもはっきり差が出るとはな。ええ、ほとんどは思考能力からくる戦術の差だわ。そろそろ自我と呼べる段階に入るかも。こうなってくるといよいよペルソナ能力が現実味を帯びてくるな。機体番号031、よくやった。見事な壊しっぷりだ。しかも黄昏の羽は傷つけず、伝達系だけ綺麗に切断されてる。優秀の美ってやつだな。よし031、試験戦闘は本日で終了とする。え、終わりやの？今までの結果から同系機の中であなたが最高性能であることは疑いないわ。現時刻をもって機体番号031を五式開発のベースボディに決定する。ベース？え？お前が優勝って意味だよ。
じゃあ、またデータのフィードバック処理を始めるから、こっちへ来てちょうだい。なあ、聞いてくれはる？今日な、試験戦闘はもうおしまいやって、研究所の人が言わはったんよ。そう。終わったのね。それで、うち考えてん。もしもこの先、お役御免ってことになったら、あんたがこないだ言うてはった、会いたい人に、うちも一緒に会いに行きたい。研究所の人らに、頼んでみるつもりやの。すべてが終わったときに、もしもあなたが無事でいたら、このファイルを開封して。すべてが終わったときって、どういう意味？なんで今見たらあかんの？強いて言うなら、卑怯になっちゃうから、かしら。卑怯？あなたと一緒に彼女に会いに行けたら、きっと素敵ね。彼女？会いたい人って、女の人なんや。でも不思議。たとえ叶わないとしても、それでも私、今なんだか、すごく満たされた気分。おかしいわね。大切な願いのはずなのに。私は、あなたを信じてる。信じる誰かに、託すことができる。だから、満たされているのかも。ん？もしかしたら、これが生きるっていうことなのかもしれない。では、本日現時刻をもって、故障としていた機体番号031を破棄、新たに五色ラビリスを機体名とします。ラビリス？お前の名前だ。正式のはもっと長いぞ。タイシャドウ特別…タイシャドウ特別制圧兵装五色ラビリス。いい加減覚えろよ。ラビリス…今後は性能試験としての戦闘じゃなく、ペルソナ能力獲得のための能力向上プロセスへ移行。まず残存する同系機全てと対戦してもらう。一体ずつ、全機の破壊が目標だ。ペルソナ能力は、恐怖の感情や生存への渇望が発動の鍵と見られているの。こうすることが、精神に最も強い負荷を発生させる効率的な方法なのよ。
ルカってせやかてこないなことせんでも。お、反論ってのは初めてのリアクションだな。まあ自我が育ってるとなればある程度当然か。もう終わりやって思ってたの。もうあないなことせんで済むて。お前別の方法はあらへんの？あるんやったらお願いします。うちもうあの子らと戦いたない。驚いた。こんなに流暢な言葉、ここまでメンタルが成長しているなんて。数値は継続的に取ってある。比較してどの段階で伸びたかを詳細に評価しよう。武器を構えなさい。そんな、うち戦わなければあなたは負ける。私によって破壊される。それでもいいの？なんでそんなん言うん？破壊されることを恐ろしいと感じるなら、恐れる心があるなら、ためらう必要なんてない。それだけであなたには私を全力で攻撃する資格がある。怖いんはあんたも同じやないの？会いたい人がおるって言うてはったやないの。せやのにうちがあんたを壊すやなんて。お願い、こんなんやめて。うちもう戦いたないね。片方しか出られないのよ。え？あなたは強くて泥仕合になったことがないから言われたことがないのね。この場所のルールなのよ。その透明な壁の向こうへ出る扉が開くのはどちらかが戦闘不能だと認められた時だけ。私たちの気持ちなんて最初から関係ない仕組みなの。話していても時間の無駄ね。言葉だけであなたを動かすのは難しそう。私も壊されるのを黙って受け入れる気はないわ。私にも会いたいっていう目的があるから。さあ戦いなさい。
これでおしまいでええやろ。この子はうちよりもずっと早くから血が優を持ってはったんよ。それを破壊するやなんて誰の得にもならへん。せやから。あんたら、あの子に何しはったん？今度は本当に捨て身で来るぞ。頭を切り替えろ。024は試験隊の中でも優秀なレコード持ちだ。ラビリス、お前でも楽には勝てないかもな。なあ、こっち向いてくれへんの？もう笑ってくれはらへんの？ごめんなさい。あなたを一人に。あとはお願い。うちはこの世界がとても広いことを知ってます。そしていろんなお人がいてはるのも知ってます。せやけどうちはそれを実際に見に行ったり会いに行ったりはできません。それも知ってます。うちの体はそこまでの自由をうちに許してくれへんみたいです。悲しくなったことも一度や二度やないです。けど
何もせんと後悔だけするんも嫌やってん。その間時父様と母様が考えてくれはって、それでたどり着いたんがこの実験やったんです。うちでも誰かのために、世の中のためになれるなら、そう思って参加することにしました。はじめは自分なんかがほんま役に立てるんやろかってそればっかり気になってました。でも実験のことをよう聞いてるうちに、うちよりみんなのことが気になるようになって、世の中の役に立ちたいいうのも確かにうちの夢けど、うちから生まれたでいいんやろかなんやこそばゆいなうちから生まれたみんなの幸せもうちの夢、多分会って言葉を伝えることも一緒にいることもできんと思うけど、それでもみんなが幸せになれることを心から願ってます。これをあなたが読んでいるなら、おそらく私はもう破壊されてしまっているでしょう。もしかしたらあなたはもう罪という概念がわかるかもしれないけれど、あなたは何も悪くない。私はフィードバック処理中のふとした偶然からあるデータに触れ、一つの事実を知ったの。人格を一から人工的に作ることはとても難しくて、計画では2世代も先の到達目標なの。私たちの同系機は実は皆ある一人の少女の人格を写し取って作られた。私もあなたもよ。彼女は自分の人格から作られる機体たち、つまりまだ見ぬ私たちに当ててメッセージを残してた。それを私は聞いたの。彼女、あなたと同じ不思議な喋り方をするのよ。本当につながってるんだなって思ったわ。私たちは生みの親たる存在に愛されていた。それが分かった時、目の前が開けた気がしたの。たとえ苦しみばかりでも、自分は生まれてきてよかったんだ、そう確信することができた。私は彼女に会いたい、会って伝えたい、産んでくれて愛してくれてありがとうって。命令じゃない、これは私自身が見つけた目的だから、あなたがもしこの思いを理解できるなら、私に代わって伝えてほしい。母なる人に感謝の言葉を。短い間だったけれど、あなたに会えてよかった。今の私の気持ちは彼女と同じ。
あなたが幸せになれることを心から願っています。ラビリス、まさか泣いているの？本当だ、驚いたな。エモーショナルティアが実際に観測されるなんて。けどメンタルグラフがどう見ても異常だろ。これ一体どんな情報がフィードバックされてんだ？さあ、グラフからだけじゃ。今回のフィードバックは戦闘データだけにしとけ。上層記憶はいいだろ、消しちまえ。機械が泣くほど情に熱い必要はない。消去、記憶を消去って言わはった。ちょっと、何これ、メンタルグラフが真っ赤。こんなの見たことないわ。おい、警告表示が。そんな、ラビリスが戦闘ステータス。バカ言え、どこに敵がいるよ。ここには俺たちしか。精神の起伏がハードウェアの禁足仕様を破ったっていうの？ち、例の羽が悪さしてんだ。おい、早く上層記憶消せって。うちのこと、うちらのこと、何やと思ってはるの？どうなってこいつらの力で拘束具を壊せるはずが。そんな、腕力が理論値の 220% 以上出てる。関節のアクチュエーターは7割の出力なのに。んなことあるか、帳尻合わねえだろ。ならこいつは今何の力で動いてんだよ。絶対負けへん。うちの大事な約束なんや。飛び道具がない言うのに。
ラビリス、早く戻ってこい。お前は破壊するには惜しい機体なんだよ。とっとと戻って調整されろ。それがお前の役割だろうが。絶対壊されるわけにはいかへん。けどな、ただ壊されたないってことやないんよ。うちは ったのか。くそ、こんなタイミングでかよ。精神への負荷がペルソナ発動の限ってくしくも証明されたわけだ。言ってる場合？まだ完全な覚醒じゃないけど、不安定な分何をしでかすか。ペルソナ、あいつやりやがった。急がないと。今のであれじゃペルソナを完全に覚醒されたら手が出せないわ。今のはペルソナ、うち必ず見つけるから。シロ、応援してくれはる？これが海。広すぎて向こうに何があるんか全く見えへん。難儀やな。どないしよう。そないな顔せんといて。で、うちが弱気なんがあかんのやね。堪忍な。シロ？来はったみたいやね。
どっちにしろやりづらいのは変わらへんか。まだ会うてもないうちの記憶を引き継ぐみんな、言いたいことがありすぎてようまとまらへんわ。みんなが幸せになれることを心から祈ってます。それさえ叶うならうちはもう。これがそうなんかな。なあシロ、これが生きるってことやったんかな。気に、もう大丈夫。危ないからあんたは早う逃げた方がええよ。ほら行ってくれへんとうち困ってしまうわな。大損害だ、くそー。人間への反逆、そもそもベースになった人間がろくなやつじゃねえんだよ。きっと記憶を飛ばしてもこの機体じゃ危なっかしいか。調べたいことは山ほどあるけど。わざわざリスクを抱えるほどじゃない。対シャドウ特別制圧兵装五式ラビリスは獅子を再度拘束の上無期限封印処理とする。ここさっきの海の。Thank you.
今朝の検診で学校に通いたいって言われたんです。どのくらい体調が良くなればいけるか聞かれて。こっちの病棟はすぐ下の道を中高生が通るからな。両親も最近来ないし寂しいんだろう。どのくらい良くなればか。先天性だからな、あの子のは。いけないってはっきり言ったらどうです？むしろ本人かわいそうですよ。おい、声が大きいんだよ。病室隣だぞ。看護師さんも学生時代生徒会とか委員会とか面倒やなって思ってはったん？うち楽しそうやなって思うんやけど。やっぱ生徒会長って憧れるな。だって一番みんなに頼られるお人なんよね。うちゃうか。そういうお人やから会長に選ばれるんよね。そうか、どない場所なんかな。そないに楽しいんやろか。せやんな、学校も生徒のみんなのクラス待ちもうち全然知らへんもん。望むなら見せてやろう。え？誰やの？警戒することはない。ただ見せてやりたいだけだ。君が知りたいと思う世界だ。これは…もしかして…これ…学校？本物の…教室？ここで…生徒は勉強するんよね。授業があらへんときはどないしてるんやろ。話とかしてはるんやろか。居場所などを見つかる。君を道具として作ったのは他ならぬ人間だ。その彼らが道具以外の存在だと考えるはずがない。うちは誰であれ、自分の中にある何かから目を背けて生きている。覚めない夢の中で過ごしていたいと誰しも望む。誰がそれを責められよう。人間であっても心を理解できる者はいる。理解できても踏みにじる者
君の方がよほど人間らしい。君が人間であった何がいけない。うちが人間？人は夢によって記憶を整理する。毎夜の夢の中で辛い記憶を自ら手放しながら明日を生きていく。君もそれでいい。望みに反する事実など忘れてしまえば。忘れてしまえば。手放すことを恐れるな。君が幸せをつかむことは君が慕う者たちの願いでもある。私はただ心から願っている。君が幸せであること。うちの幸せ。あなたが幸せになれることを心から願っています。忘れて幸せに。これで準備は整った。しはったんやろ。なんや、ちゃんといるやない。ちょっと、廊下は走ったらあかんやろ。もう、前見えひんと怪我するで。はぁ、あ、しゃあないな。うちがちゃんと注意したらんとあかんね。お疲れさん、会長。これから生徒会室？頑張ってくださいね。張り切ってんな。バイバイ、会長さん。これでよかったんよ、これで。今日はこの辺でおしまいにしとこか。どちら様です？
学校に何か御用でもあるんですか？本当にこれでよろしいのですか？私は大きな力が集まりつつあるのを感じて通りがかっただけの流浪の存在、忠告させていただくような筋合いのものではないのですが、ほう、間もなくこの場所は少しばかりの騒乱に包まれます。あなたが今のまま全てから目を背けていらっしゃると、この先お命に関わることもあるかと思いましたもので。命？身の振り方はご自身のものですが、今のあなたでは正しく選ぶことすらおできにならないかと、みすみす命を落とされるのを見過ごすのも忍びないことですので、ラストチャンスを差し上げようと思い参りました次第です。なんやこれ。どれ、なんやの、どないなっとるん。しばしお相手して差し上げます。その間にご自身が何者であるかを思い返されてみてはいかがでしょうか。お相手では参ります。お見事でございました。ですがお分かりになったはず、あなたは人ならぬもの。そのお姿でこそ成し得る大切な約束があり、それは生きる証でもあったはず。失ってしまってもよろしいのか、今一度お考えを。大切な約束、生きる証。さあ、いよいよ試練の騒乱が始まるようでございます。それではご分を。なんともない。何やったの、夢？うち、なんか忘れてる？思い出さなあかんことがあった？だって、私たちは愛されているんだもの。ほっとくわけにはいかへんよね。うち生徒会長なんやから。